最近 IT 業界においてサービス残業は悪という認識が広まっていることに懸念を抱いています。サービス残業が損という意識で仕事をしてしまうと、是正も身につかないし、高い質のものは作れないと思っていますが、どう思いますか？最近日本の IT は世界的に見てもレベルがとても低いということをよく耳にしますが、技術よりもまずこのあたりの意識の持ち方が問題かと思っています。自分は SE やってますが、サービス残業推奨派です。僕反対ですね。残業すること自体は正しいというのであれば、多分山田さんのに僕も同意なんですけど、残業することに金を払わないのが正しいという考えがよくわかんないです。金払えばいいんじゃね以上っていうだけなんですけど、金をもらえないような仕事をしてるんだったら、僕はその残業をするべきではないと思うんですよ。結局、じゃあその事業にとって必要のないことをしてるのであれば、それは必要ないことが給料払う必要ないよねと。なので、それだったら別に金払うのはいいんですけど、その事業にとって必要なことをやるっていうことは、それは金を払うべきだと思うんですよ。なので、金を払わないで残業させた方がいいっていうのがいまいちわかんなくて、日本の会社でありがちなのが、なんとなく会社に残ってるから残業代を払うっていうシステムで、僕あれは反対なんですよ。なので、何もしないんだったらさっさと帰れやとか、勤務時間つけんなやって思うんですけど、ただ会社にとって役に立つことをしているのであれば、残業代は払い続けろよって話だと思うんですよね。で、よくある誤解が、アメリカ人は働かないよね、みたいなのがよくある誤解としてあるんですけど、マクドナルドの店員とか銀行の窓口とか、時間で お金をもらってるタイプのアメリカ人は、まあ、9時5時って言われたら5時に帰るんですよ。で、フランス人だと大体もう6時50分ぐらいから帰る準備してるんですよ。あ、16時50分ね。というので、残業一切しないよねっていうのは、まあそうなんですけど、ただアメリカ人の給料高いやつはめちゃくちゃ働くんですよね、土日も関係なく。結局、成果を出して認められて出世した方がいいっていうのと、成果を出して金儲けたいっていうのがあるので、下手な日本人よりもアメリカでちゃんと頑張ってる人の方が全然働いてると思うんですよね。なので、長時間働くっていうの、僕 SE として伸びる、ある種の素質の一つだとは思うんですよ。これを言うと、世間的にはあまりよろしくないので、いいようには取られないと思うんですけど、IT 系の会社で本当に8時間勤務時間以外に自分の仕事のことを全く考えないっていうタイプの人がいたとしたら、僕はあまり採用したくないですね。まあ、IT 系の人たちって、コードを書いてる時間っていうのが重要なんじゃなくて、そのコードを書くためにどういう仕様にするかっていう時間の方が大事なんですよ。要は、例えば、じゃあ家を建てるっていう時に、大工さんとして釘を打ってる時間より、どういう家を作ったら、じゃあ安全で安くて、構造としてもしっかりしてて、地震が来ても大丈夫って家にするかっていう考えてる時間の方が重要じゃないですか。釘打ってる時間よりも、僕はそっちの時間の方が重要だと思うんですよね。で、じゃあ何か B2C のサービスしてるのであれば、別に仕事してない最中とかでも、歩いてる時とか家で風呂入ってる時とかにも、割と自分のサービスについて考えるっていうのを癖を持ってる人の方が結果として伸びるんですよね。で、ファイナルファンタジー14っていう日本で割と売れてるオンラインゲームがあるんですけど、で、あれのプロデューサー兼ディレクターの吉田さんっていう人が、プライベートな時間も FF14 やってるんですよね。で、吉田さんのチームの人に、自分たちの作って売ってるゲームは自分たちでちゃんとやれよっていうのはスタッフに言ってるんですよ。なので、別にゲームしてるとき給料出ないんですけど、でも割とスタッフって FF14 自分たちでもやるようにしてるんですよね。で、別にそれ強制してるわけじゃないので、多分やんなくてもクビになるわけではないんですよ。ただ、でもお金を払ってプレイする人の気持ちがわからないやつに、ゲーム作れるかっていう、至極まともな話だと思うんですよね。要は、自分たちがなぜ給料もらってるかっていうと、お金を払ってるプレイヤーが世界中に70万人とかいるわけじゃないですか。で、その人たちがなんで払いたいと思うかっていう気持ちが分かって、その先のものを作って初めて、ああ、ずっとじゃあお金払い続けるよってなるので、なので、自分でサービス使わねえやつがもうその物作れると思うなよっていうのが、まあ、法律上、ただまあ、勤務時間外もゲームしろよっていうのは言えないし、ゲームしないからクビっていうのは言えないんですけど、ただ僕は吉田さんの言ってることは正しいと思うんですよね。
なので何かそのサービスをやるときは自分の勤務時間外でもちゃんと自分のサービスについてどう思うかとか、じゃあニコニコ動画をまあ仮にやってるんだとしたら、そのニコニコ動画で金もらってますけどニコニコ動画使ったことありませんっていうやつだったら、やっぱり仕事頼めないですよね。なので僕はその残業させるということ自体は全然ありだと思うので、ただ残業代はちゃんと払えよって思ってます。結局なんでその残業代を払わなきゃいけないかっていうと、そのなんか作業させてるんだから払えよっていうのもあるんですけど、そもそも金を払わないで仕事をさせるような形で成立した仕組みは長期的に持たないんですよね。で、まあ、金払えないでも働きますっていう人が一定の割合いればなんとかなるんですけど、基本的にはその優秀な人に大金払ってバンバン働かせた方が IT 企業って儲かるんですよ。工場のライン工みたいな、そのなんか寿司の上にタンポポを乗せる仕事とは違って、300万円で働くエンジニアを3人雇うのと、じゃあ年収1500万円のエンジニアだったら、年収1500万円のエンジニア1人雇った方が IT 系って儲かるんですよ。要するにその何かの効率的なシステムを作って、でそれをずっと売り上げを上げ続けるっていうことが重要で、その手足をずっと動かしますっていう無能がいっぱいいてもしょうがないんですよね。なのでできるだけその有能な人がいた方がいいので、なのでそのちゃんとその成果が上がることをやったんだって対価払うし、で成果が上がるってことはそれは売り上げが上がるということなの で売り上げが上がった以上はそれはちゃんとその対価をその働いた人に払うべきだよねっていうので、うまくその車輪を回すべきなの でそうやって儲かっていくと、じゃあ今度はその年収700万円の人雇えるし、じゃあ今度は年収1000万円の人雇えるしっていうので、優秀な人をどんどん雇えるようになるので、結果として売り上げも上がるっていう構造にすべきなので、短期的にはその経営者って給料安い方が得だよねってなるんですけど、長期的にはそのサービスの価値をどうやって高めるのかっていうと、優秀な人をいっぱい入れた方が長期的には価値が上がるよねって至極当たり前の話なんですけど、まあでもね、これが至極当たり前の話じゃないから今日本の経済成長率が低いって話で、なので サービス残業させる会社の方がなんか生き残るっていうのが日本のなんか今のところのパターンなのかなと思いますけども、はい。